女優の趣里が主演を務めるカンテレフジテレビ系ドラマ、モンスター、毎週月曜夜10時、初回15分拡大は、14日に放送された。桜坂46、藤吉夏鈴の熱演に注目が集まっている。ネタバレあり、趣里主演、モンスター本作は、常識にとらわれず、感情を排除して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士、神奈美涼子、趣里は、時に法が追いついていない令和ならではの様々な問題と向き合い、まるでゲームのように法廷闘争に立ち向かう、異色のリーガルエンターテインメント。モンスター藤吉夏鈴の熱演でスタート白のワンピース姿で夜道を歩く女性は、誰かと電話している様子、やっぱり、もう頑張れない、と言いふらふらと歩き出した彼女は、車道を走るトラックに目を向け、視察を図った。弁護士の神奈美涼子、趣里は、自殺した女性、川野紗恵、藤吉夏鈴の恋人、塩谷亮、萩原利久の弁護を担当することに。彼は交際相手の際に自殺未遂の過去があることを知りながら、死ねとメッセージを送ったと言い、自殺教唆の罪に問われていた。接見した塩谷は、憔悴しきった様子で自殺した際への謝罪を口にし、決して彼女の死を願ったわけではなく、むしろ自分が死にたいと思っていたと話す。実際、死の直前の二人のやりとりは、塩谷の、消えたい、というメッセージから始まっていた。涼子や先輩弁護士、杉浦義弘、ジェシー、が調査を進めると、紗英が勤めていた会社でのパワハラセクハラが明らかに。さらに、紗英が自殺を図る前に涼との通話記録があったが、その後に通っていたカウンセラー梅本真澄、南、とも通話をしていたことが分かった。ラストシーンでは、紗英が自殺に至るまでの一部始終が書かれた。日曜の夜に接待に呼ばれた紗英は、やっぱり無理だ。頑張ってきたけど涼に会いたいと電話をかけるも、間違えて梅本にかけてしまう。発信先が間違えていることに気づいた紗英は、やっぱりもう頑張れないと吐露するが、梅本は、紗英さんならまだ頑張れる、頑張ってよと進言。その一言が引き金になり、紗英は車道に飛び込んだ。モンスター藤吉夏鈴の熱演&萩原利久との恋人役に反響車道に飛び込む藤吉のシーンから始まった今作に、視聴者からは、開始1秒からかりんちゃん夏鈴ちゃんの演技すごい、品のある役が似合うなど、様々な反響が。また、回想で描かれた萩原との仲睦まじい恋人姿に、お似合いすぎる、星通し、しっくりくる、良いコンビなどの声が寄せられている。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan sus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.